ちゃこんにちは。まずは冒頭豊さん、はい、はい、申し訳ありませんでしたというのも、まあ、楽天がね、はい、交流戦初優勝ということで、はい、おめでとうございます。もう素晴らしい成績です、はい、13勝5敗ということで、はい、これ交流戦前は18勝26敗1引き分けと、うん、本当に低迷していたんですけれども、交流戦に入ってからぐんぐん調子を上げていきました。5割に戻したというね。そうなんです、戻しました。はい、はいはい、ということで豊さん、いや強かったな。強かったですね、うん、まずその楽天の強かったっていうのは、まずピッチャーから言うと、やっぱ早川がものすごく安定したな。はい、で一回ファームで調整し直して、はい、上がってきてからは本当見違えるような投球を見せてくれるしね、うん、はい、非常にいいなっていうのと、うん、やっぱ内が頑張ったなっていうね、はい、まあ、そんなに長いイニングは投げられなかったんだけども、はい、それでもまあ頑張ったなっていうようなね、うん、そんな感じがするし、はい、あとはやっぱ中継ぎだな、頑張ってたのが、うん、よく、はい、まあ、ソン・チャーホーもそうだし、はい、酒井もそうやし、うん、まあ、渡辺とかもそうだよな、うんうん、あとは先発で言い忘れたのは藤井、はい、あの左ピッチャーのな、なんちゅう特徴はあんまりないんだけどさ、うん、なんとなく抑えていくというか、はい、なんか本当にあの低めに制球してるというかね、うん、まあ、小蛇もそうですね、初勝利を挙げたしね、はい、まあ、チームにとって勢いづくような、うん、まあ、投手陣たちも勝ったということだし、うん、まあ、早川なんかやっぱこうエースらしくなってきたなっていうふうに思うしね。そうですよね、まあ、野手で言えば、はい、小郷、そうですね、まあ、非常に充実してた、まあ、もう本当の終盤ちょっと疲れたかなっていう感じでしたけども、あとはやっぱ4番に据えた鈴木大地ね、あのハマりましたね。ハマったな、はい、でやっぱ状態の悪い浅村をちょっと一回外したりだとか、うん、まあ、したけども、まあ、それもやっぱりチームにとっては良かったことなのかなという、うん、まあ、感じもするし、まあ、村林もそうやな。そうそうそう、あと9番の小深田選手から、そこから上位打線の 1,2 番小郷選手、村林選手につながって、そこで辰巳選手、鈴木大地選手、まあ、なんかすごいそこで得点ができてたなっていうのが印象があるんですよね。もともとそのコブちゃんと小郷のラインっていうのは、うん、まあ、昨年からちょっといやらしいなっていうふうには思ったけどもね、はい、まあ、その小深田選手はこの交流戦での打率が2割8分6厘、はい、さらに辰巳選手は3割2分7厘ということで、ハイ、ね、アベレージというか、いい数字ですよね。まあ、だからまあ打順の置き方っていうのも非常にハマったしね、はい、うん、だからあとはね、やっぱり1球のボールに対しての考え方、はい、まあ、3ボール1ストライク、まあ、ヒッティングカウントになって、まあ、打ちに行きたいところなんだけども、状況によって耐久したりだとかさ、はい、まあ、そういうことも1球1球のその組み立て方というか、つながっていき方というか、はい、まあ、そういうのはやっぱこうシビアだったな、うまかったなっていうふうに、まあ、すごく感じたよ。だから、ああ、いい野球やるなと思って、いや、なんかしつこい野球だなっていう、いやらしい野球だなっていうのは、すごく見ていて、まあ、これ、今井監督のサインだったら、すごくいいなと思うんだけども、でも逆に言えば、選手がそれを率先して、実行してたっていうことになると、これからやっぱり、いやらしいチームになってくるだろうなって思うよね。お、じゃあこれは交流戦でそのセリーグ相手だったからとかではなく、このいい状態っていうのはリーグ戦戻ってもパリーグの他のチームはちょっと楽天嫌だな、当たりたくないなっていうのはあるんですかね。やっぱり一つのノリっていうのがあるからね、はい、だから、まあ、それは嫌だろうけども、まあ、昨年の DeNA みたいにね、うん、交流戦優勝して、はい、まあ、ちょっと失速をしていったっていうケースもあるけども、うんうん、まあ、早川は大丈夫だと思うんだけど、はい、小蛇とか内とか、うん、まあ、庄司も戻ってくるだろうし、はい、まあ、藤井もそうやな、そういったやっぱこう若手が期待しているピッチャーたちがゲームをしっかり作れていけるかどうかだよね、これからイニング戦戻った時に、まあ、まあそうだね、うん、まあ、そうなってくると作れるようであると勝負になるし、うん、で代打の切り札は茂木がおるし、そうなんですよね、そうだ、茂木選手がいるんだ、そうだ、はい、だから、まあ、層は厚いし、うん、代打はしっかりおるしみたいな、則、うん、本がちょっとやられるケースが多いけどね、あ、まあ、負けにはつながってないけど失点するケースが、はい、まあ、ドキドキするケースが多いけども、うん、まあ、それでも、うん、まあ、戦っていけるだろうなと思うよね。そうですよね、うん、
いやこう交流戦でこう自信をつけた選手っていうのは多いと思うよ。そうですよね。でね、パリーグの順位の中でもやっぱその借金返済できてやっぱり上と縮められたっていうのはこの交流戦非常に大きかったのかなと楽天は。まあそうだな、はい、いそりゃそうだけどソフトバンクも強かったからな。ソフトバンク、いやだって本当にソフトバンクの方が最後の1試合は有利だったんですよ。1ゲームしか縮んでないんだよ。そうですよ、まあ、確かにそんな縮んだと言ってもね、まあ、あの上位 の、 あの2位3位はね、そうですそうです、2位3位は縮んでるけど、はい、まあ、そのソフトバンク今話してた、3位か、3位はまだ、まだなってないなってないですね、今4位です、うん、はい、2ゲーム差で、4位、まあ、ロッテを追いかけるような形なんですけれども、はい、そうですね、ソフトバンクは2位日本ハムと 8.5 ということ で、 で、はい、現段階でなんですけれども、はい、まあ、そのソフトバンクも、まあ、最後ソフトバンクはとにかく勝てば優勝で、ちょっとまあ、ね、最後は佐伯投手の前にというのはありましたけど、このソフトバンクも柳田選手が抜けるっていうこともありましたが、ニューヒーローなども出てきたりとかで強かったんですね。まあ、そうだな、うん、でもまあなんていうの、昨日の試合なんかはさ、うん、まあ、昨日の試合というか、まあ、負けた試合だけどもさ、はい、負けた試合じゃないと、うん、勝った試合と1、2番が出て、はい、ね、2試合目か、うん、栗原がバントやって、はい、山川三振だけど近藤が仕上げると、うんうん、やっぱこうギータだったら打たしてくるというところを、はい、もうしっかりこう力を考えながら、うん、チーム状態を考えながら手を打ててるっていうところがやっぱすごいよな。そうですね、でプロ入り初ホームランの人間が、はい、もう2人も出るというね。そうでしたね、まあ、広瀬と笹川、はい、まあ、こういったヒーローも出てくるし、うん、だから非常にチームとしたら順調には来てるよね。そうですよね。で気づけばあの12勝6敗また6個貯金増やしちゃったみたいな。そうだよ、ね、本当に柳田選手が離脱ってなった時は一瞬ね、これ大丈夫なのかな。いや大丈夫だなと思ったよ、まだね。ああそうなんだ。クリーンアップ3人いなくなるって言ったら大変なことになるけど、うん、まあでもギーターがいなくなる、あと三森選手、まあでもなんとなくできるだろうなという想像はつくよね。まあ、ソフトバンクはね、なんか鉄板というか強かったなっていうのもありますし、まあまあ、はい、さっき楽天の話で、まあ、去年優勝した DeNA なんですけれども、今年も最後7連勝ということで非常に打線活発で終わったなという印象なんですけど、豊川さんこれは。まあそうだな、うん、でも惜しい試合もあったな、うん、まあ、勝てた試合もたくさんあったしさ、はい、まあ、優勝してもおかしくなかったような、うん、まあ、状態ではあったと思うんで、はい、まあ、その中で、うん、まあ、ケイ・ジャクソン、はい、まあ、これがやっぱ勝ち出すとでかいよ最後に浜ちゃん戻ってきてるしさ、そうですね、あとなんつってもその石田っていうね、ルーキー、そう、ニューヒーローが、ここが交流戦で2勝したというさ、最初石田って見た時あれと思って、そうだよ、あれあれ右手投げてるみたいな思ったろ、そうそうそう、その最後前西武にマダックスだもん。そうですよね、そうそうそう、話題になりましたね。投げてるやっぱ背中に躍動感感じるしさ、うん、それは野手はこう見てて頼もしく見えるよね、はい、あれだけ踊りながらこう勢いのあるボールを投げてくれる、うん、それはもうルーキーだろうがなんだろうが、うん、攻撃のリズムをすごく作ってくれるというね、うん、はい、だからまあ投手陣も揃ってきたし、うん、いや後半戦面白いと思うよ。ですよね。あとはやっぱ打つ途中で宮崎選手が離脱となった時にやっと牧選手が戻ってきたっていう感じなのにみたいな、まあ、そうだね、はい、まあまあだけど、まあ、例えばこれからね夏場に向けてこう体がしんどくなるって言ったら、うん、まあ、オースティン、うん、筒子、はい、宮崎、牧、うん、この4人をローテーション的に休ませることができるよね。確かに。この4人の中で3枚いたら十分だもん、お前。確かに。いやいや、本当によ。いや、だから、そういう形を取れるなって、うん、その方が怪我のリスクも緩和されるし、うん、だから、いい状態にはなってきてるし、はい、またその足もね、うん、使えるようになってるというね、はい、で梶原が出てきたっていうのも大きいし。うんうん、まあいい感じで出てきてるよ、ね、ただ不安な点は中継ぎな、あやっぱ故障者も含めて、はい、ちょっと手薄になってきてるんだっていうね、うん、まあここら辺は先発ピッチャーがピチャッと決まりつつあるけども、はい、京山次第かなっていうようなね、
京山良かったからね。そうですね、良くなってきてるからその京山次第かなっていうところはあるな。そうですよね、チーム打率この2割6分4厘というのは交流戦での2割7分5厘の日本ハムに次いでの成績だったので、打つ方良かったのかなっていう感じもしますし、ちょっとどうなんですか後半に、まあ、リーグ戦に戻ってこの打線っていうのは特に心配はなさそうですか。まあ、打線はね、打線は俺はあのキャッチャーも含めて、うん、あの心配じゃない。山本雄大とかも含めても全然不安ではないし、だからピッチャー陣だよな。だから京山がね、うん、右で投げてくれて、あと坂本、左の貴重な中継ぎになってきてるんだよ、で交流戦では1点台の防御率、だからやっぱ坂本って出てきたのが大きいかなと思うよね。坂本は挨拶来てくれるしね。そうなんですね、応援してるよ。わかります、やっぱね、そうやって挨拶してもらったりとか印象いいと応援したくなります。男前だからさ、はい、もうちょっと投げたら人気者になるよ。もうヒューヒューってなりますよね。そうそうそう。坂本っていう名前が好きなんですかね。なのかね、か逆に縁があるのか。あ、巨人の坂本選手しかり、阪神の坂本選手、そして DeNA の坂本選手ということで、みんな共通するのが男前だよ。あ、ねえ、イケメンだ、イケメン。なるほど。そして交流戦でもう一チーム非常に状態を上げてきたのがオリックス。ああ、いいね。あのあれだけ、ああ半端ないぞこれ。あれだけ怪我人がいてちょっとっていう。いやそうだな、まあ、先発ピッチャーがな、特にねどうするのかなっていう感じはあったんだけども、うん、まあ、エスピノーザは、はい、もう京セラで投げさせておくということで、京セラはね抜群な相性なんだよ、はい、ね、うん、で、まあ、投げさすとして、あと斉藤、佐藤出てきま、ね、出てきましたね。曽谷、はい、曽谷さん、あのいいよこれ、あのスイープした時のですよね。で最後の山下俊平太、5回投げてノーヒットだよ。1点取られてるけど、あのちょっとね期間は空きましたけどね、山下俊平太選手、それもこれ半端ないよ、まあ、三振の取り方がな、うん、全球種で取れるというさ、すごい。いやだからまあピッチャーが揃ってきてる、うん、で野手も森が戻ってきてる、うん、戻りました。茶野、はい、この前打線組んだら茶野と太田と、うん、太田選手、はい、あ足立か、うん、2番に入った。これはまあ 1,2,3 猛打賞だな。上位 ね、4番西川、はい、2安打3打点だ。すごい、2安打そう。で紅林、西野って続いていくでしょ、はい、で杉本も戻ってき た、森も戻ってきた、うん、もうねこれはまあ昨年みたいな形になってきてる。そうですよね、うん、あのやっぱりこう西川龍馬選手が交流戦前までなかなか本調子があって、まあ、確かにな、それがやっぱりねセ・リーグが相手だった交流戦でこの勢いをつけていけたっていうのはこれからのまたリーグ戻った時にこれ非常に大きいですよね。まあ大きい大きい、うん、いやだから野手も戻ってきてる、だからピッチャーも戻ってきてる、はい、でルーキーに目をやると、うん、小田島、はい、がもう記録を作りそうな勢いだしな。8試合で防御率ゼロ。ゼロ。はい。でルーキー登板から二十何試合の記録がかかってるしな。はい、うんうんうん、また気合が入りすぎる時はあるけど、まあ本当に投げてて気持ちいいよね。はい、うん、さらに本田投手は救援源トップ保留戦10試合で 1.80。名前が瞳だよ、ね、女性かなと思っちゃうよね。いやでも本田瞳ちゃんね、でも輝くね、名前に、ね、そうだよ、等しく輝かしい感じで今は救援トップ で、いやだから出てくるな、あそこはな、本当そうです。でその、あの野手、さっき話したその太田選手だったりが、まあ、例えば交流戦3割9厘だったりとか、あと紅林選手も非常にいい打率交流戦で残しましたし、あの状態が本当戻ってきましたね、いい時の。いやうかうかできないんだよ、横山を使ったからちょっと。あ、そうかそうかそうか、なるほど。これはちょっとね、リーグ戦戻った時に横浜選手の使い方だったりとか、やっぱオリックスは出てくると層が厚いなって感じるよね。やっぱりディフェンディングチャンピオンだけありますね。まあまあ確かにな、うん、あとは実はそのオリックス交流戦では広島と並んで5位タイだったんですけれども、その上4位にヤクルトが入ってるんですよ。ダメなの？いや、わけじゃないんですけど、あれ
と思って。いやピッチャー次第だよあそこは。ただヤクルト防御率が 3.52 とこれ12チーム中ロッテに次いでワーストなんですよね。で打率も2割4分1厘と巨人と一緒で突出してドーンといってるわけではなく、ただでも4位を死守して、まあ、勝てる試合は確実に勝ってきてるというかさ、はい、まあ、確かに運もあったし、うんうん、この交流戦見てると刺激があったよね、はい、すごく、まあ、一つの刺激は石川が勝ったということ、ベテランでね、コールドで勝ったということ、はい、で山野が勝ったということ、そうですね、まあ、初登板今季、はい、で奥川が戻ってきて勝ったということ、確かに、ね、これだけでも大きな刺激だよ、この3勝っていうのは。そうですね、3つ。そうでしょう、はい、あとはやっぱもう打線はしっかりしてるもんな、うん、西川がまあ一番に、ね、いてくれてみたいな、はい、西川の内野安打から始まったとかさ、うん、まあ、村上のホームラン、サンタナ、オスナが、はい、ね、その3人の揃い踏みとかさ、うん、相撲取りじゃねえとか思ってる。まあだけど、はい、まあ、そういうね、うん、で長岡が状態良かったよね、うん、よかったです3番に座ってな、良、うん、かったし、あとここぞという時に山田哲人選手がタイムリーとか、そう、ね、だからまあ終盤にだ、うん、追いつくケースで哲人が、そうなんですよ、まあ、2試合ぐらい救ったゲームがあったかな、うん、あとはこの交流戦で軒並み実は正捕手たちが3人いなくなってしまったんですけれども、まあ、松本がな、ポッとこのマスクかぶったらホームラン打つし、あとここでも取り上げた鈴木選手が、そうだよ、キャッチャーとしてデビューしたしな、確かその日ですよね、動画で取り上げた、そうだっけ、うん、その日だったっけ、確かその日だったのが、まあ、そうなんですよ、いやだからびっくりするようなね、うん、出来事も多かったし、はい、まあ、それでもやっぱこうやりくって、うん、あと木澤、はい、長継ぎで投げればこう打たれてたっていうような感じがちょっと変わってきてるよね今、そうですね、うん、まあ、良くなってきてるし、うん、まあ、田口がセーブを上げれるようになったし、はい、だからまあそこら辺ではねすごく良くなってきたかなっていうような、うん、まあ、感じはするよね。あと山本投手、大西投手もやっぱ防御率がゼロというところで、うん、4人がゼロで並んでるっていうのはこれは確かにそうか、まあ頑張ってきてるんだよ、ね、で大西投手、木澤投手、田口投手でそれぞれ3勝っていう、そこでっていう、だからあとは山野、うん、石川、はい、奥川、はい、これで6勝だ、6勝だ。それではあと最初にいいの開幕投手で唯一勝ってなかったのが勝てたんだよ。だからまあそのなんていうの、接戦を勝てるようになってるというかさ、はい、やっぱ中継ぎが参照してるっていうことはね、うん、まあそういうことも言えると思うし、プラスアルファそこで逆転したりとか勝ち越し打が出たりとかっていう終盤での、うん、そのやっぱり打者陣のザ・ヤクルト打線っていうのも、まあそうだね、ちょっと蘇ってきたのかなっていう、まあ、竹岡もねすごくいいところで打つようになってきてるしね、はい、丸山もそうですし、そうですね、だから総合力だな、そう、これそう、だ数字だけではね、ヤクルトをさ、評価する上で、みんな口を揃えていたのが、やっぱちょっと先発投手陣と中継ぎはどうなのかなっていうような話はするけど、もう本当、投手陣の話ばっかりだったんだけども、でもこうやって中継ぎは頑張り、先発がね、ポッ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 と戻ってきて、投げて勝ってくれるっていうのは、もうありがたかっただろうな。そうですね。さあ、そして5位対、オリックスと並んでたのがカープ。うん、まあ、カープはもう交流戦前から恋の季節で効果強くて、でいつも交流戦は相性が悪いと言われてたんですけれども、でも一時期こう沈んだ時でも、はい、今年のカープはまた戻ってくるよっていう話をしたと思うんだけども、はい、まあ、実際戻ってきてくれて、はい、まあ、よかったなと思うのは、うん、大瀬良がね、はい、まあ、一つこう記録を作ったというノーヒットノーランとかね、はい、で栗も安定してきたし、うん、まあ、徳田の安定っていうのはもうずっと開幕から続いてるしね、はい、まあ、あとは中継ぎな、中継ぎ島内、うん、栗林とか、はい、あとは玉村とか、はい、いいよね、アドワとかも良かった、ね、アドワもいいな、うん、だから、まあ、そこそこ、そうです、で防御率がやっぱり12チームトップの 1.85 なあ、うん、やっぱりいいよ、安定してるよ、安定して、交流戦前と変わらないですよね、うん、この安定感っていうのは、うん、その野手陣はどうでしたか、野手陣はやっぱり矢野がでかいな、うん、打ってましたね、守りもそうです、まあ、打つのも慣れてきてね、打つようになったし、うん、守りも躍動感あるしな、まあいいし、あとはやっぱ相澤の使い方が、まあ、非常にうまいなっていうふうに、まあ、新井監督の起用法がね、
まんまいなっていうふうには思うよね。そうですよね。あと最後で堂林選手がねちょっと戻ってきたというか、うん、戻ってきてエラーしてたそうですね確かに、まあ、タイムリーヒットも打ってたけどね菊池選手と一緒にエラーしてましたね。そうそう、うん、まあ、それは愛嬌としても、はい、まあ、だけどその佐藤がね、うん、取り上げてた佐藤がデビューしてくれたとかさ、そうなんですよ、まあ、いろいろいいニュースがあるよね、うん、で気づけばねちょっとあのゲーム差セリーグでの中の2位とちょっと差を広げてのっていうね、うん、位置にいますやっぱ躍動感があるわ。そうですね、外国人いらんなあそこは。もういらないと思います、うん、な去年な今年とちょっとね当たってなかった分もういらないのかなって思いました。いらんな、うん、さあそして7位だったのが、まあ、ちょうど中間ぐらいですよね、まあ、巨人だったんですけれども巨人は一時期行くかなと思ったけどな打線がねあのヘルナンデスが入ってきてそこでちょっといい感じに打線が組めてた時期もあったんですけどね、うん、まあ、やっぱりまだ細かいことがね、うん、まあ、できたりできなかったです、うん、できた時は勝てるしできなかったら負けるというね、はい、まあ、そういう繰り返しやし、まあ、でも終盤になって岡本が当たってきたっていうのは、はい、後半に向けて大きいな。あのホームラン出ましたもんね。そうだね。あとはヘルナンデスが、はい、このままずっと使える目処が立ってるということ、うん、まあ、これは良かったよね。ですよね。あとはずっと例えばあのパリーグスタイルの時に坂本選手を、まあ、DH で起用して7番っていうのもありましたけど、これがリーグに戻った時DH なくなってやっぱりサードスタメンっていうなるとそこってどうなんですかね。打順をどうするかだな、うん、7番、まあ、そこだけだな、うん、まあ、2番はヘルナンデスの方がいいと思う、うん、で1番丸で3番、5番良ければ5番にもすることはない。俺5番は吉川がいいと思うよ。うん、うん、その方が下の、まあ、例えば岸田とか、はい、まあ、長打力もあるし、うん、その一本のヒットで吉川だったら帰ってくれる。うんうんうん、うん、あそっかそっか。で吉川もやっぱ勝負強いところあるし、はい、だからその岡本避けて吉川っていうのも間違えたら一発あるし、はい、いやらしいバッターになってくると思う。だから吉川5番、まあ、坂本3番でいいかなっていうふうに思って。もう7番ってことはないですか。あれは交流戦だけなんですかね。まあどうだろうな、まあ多分ね、うん、あとはショートの伊豆口だとか、はい、まあ、キャッチャーの岸田なのか大城なのか、うん、小林なのかっていうところはあっても、うん、7番っていうことは多分ないと思うな。あ、そこはないんだ。キャッチャーとショートが7、8、うん、ピッチャー、それじゃあ3が空くでそこに、そしたら坂本だと思う。まあ岸田のバッティングの評価も高いけどね、阿部監督の中でもね、うん、まあだけどやっぱキャリアとかいろんな経験考えたらやっぱ坂本3番いたら嫌だろう、ね、7番じゃないですよね。ちょっとな、うん、イメージ湧かないですしね。あとピッチャーなんですけれども、うん、ピッチャーはどういうふうに見えますか。グリフィンがすごく投げられたっていうのがでかいな。うん、投げることができたっていうことがってことです。まああわや完封だったじゃない、うんうんうん、ねえ最後投げやんだって変えられたけどさ、はい、かわいそうにまあだけど変え時としたらもう最高だったと思うよ、うん、それはやっぱりね今までのこと考えたら信頼度ないもんな。まあそうなんですよね。だからやっぱ勝たなきゃいけない試合だから、うん、まあ、すっと変えたけど、うん、でもそこまで好投が続いたっていうことが、はい、すごくきっかけになってほしいなっていうふうに思うよね、うん、だから、まあ、戸郷だとか、まあ、山崎より、まあ、菅野、うん、グリフィン、はい、まあ、こういうのが安定してきてくれるとあとは堀田とか井上とか、はい、投げやすくなるもんね。そうですね。多分今ね堀田投手下に1回下がっていますけれどもまあそうですよね。4番、5番手、6番手っていうところで、まあ、ね、うん、だからあとは中継ぎは、まあ、豊富な人間がいるからその中で、まあ、やりくりをどうするかっていうことだけだと思う。あの西田で投手とバルドナード投手は大丈夫ですか。大丈夫って考えるしかないですなあそこが崩れたら僕は大変だから。そうですよね、うん、ただあのケラーが日曜日の試合最後、ケラーはあんま最後まで信じない方がいいよ。あ、いや本当に確かに波があるんですよね。波がある。それ阪神の時からちょっとあった、ね、みたいなことを起こすから。あ、そうか。まあでも今は状態はいいな。うん、ただ信じると過信しすぎると危ないよっていうことですよね。そうだな。車とよく似てて、うん、慣れたあたりに事故するっていう。そうですね。そうそう、確かに、いつまでも慎重に運転しておかなきゃいけない、うん、
そうですね、うん、ちょっとそれはありますよね。そう、そして、まあ、日本ハム、はい、はなかなかねカード勝ち越すっていうことができなかったりとかいうのもありましたけど、まあそうだな、うん、でもね勝てる試合形っていうのはすごく作ってたんだよね、うん、でどこから水漏れたかっていうとやっぱこう中継ぎ陣なんだよね、うん、田中正義がちょっと打たれたり、はい、代わりに杉浦を持っていったらちょっと持たなかったり、うん、川野がちょっと疲れてきたとか、はい、まあいろいろそこら辺でのやりくりがちょっと遅れたかなっていうような感じがする、ね、うん、まあ計算の中にも入ってたんだろうとは思うけどもね、はい、そろそろかなっていうのは、うん、でもちょっとやられ方がちょっとショッキングだったな。そうですね、うん、ただそのタミヤ選手だったりグーニ選手、水野選手、水谷選手もそうですけどね、いい選手とかがガンガン打っているんですけどなかなかこの上位に行けなかったっていうのはやっぱりちょっと中継ぎ陣の疲れとかそういうのもあったんですか。野手陣はどう映ってましたよ、高さんに。野手はね、やっぱ水谷がすごかったな、うん、水谷すごいよ、はい、あの交流戦ナンバーワン打率、まあそうだ ね、 いや、それとマンチョンも悪くなかったし、うん、まあ、タミヤがいるでしょ、マルティネスもいる、はい、ね、中日戦なんかも元中日勢が大暴れみたいなそうでした ね、はい、山本まで勝っちゃった、はい、まあいろいろ野手はねそんなに心配することないし、うん、まあ、清宮なんかあの高橋宏斗の時、はい、必死になって粘って新庄監督も手叩いたけど、うん、気持ちは分かるわ、うん、だから新庄監督が終わった後にあのピッチャーってどうやって攻略したらいいのって、うん、まあ本音が少し入ってると思うんだけども、うん、まあ、そのぐらいいいピッチャーと認めながらも、うん、あの清宮のあの気迫、はい、粘ってってでその日高橋宏とか西球なんだよね、うん、その西球とも取ったのが清宮だったんだよ、うん、はい、だからそういう気迫を感じてやっぱ先発で使ってるけども、はい、ああいう姿がどんどん野手の中では出てきてるんだよね、うん、だから俺は全く心配してない、うんうん、そうですね、これはもう新庄監督があとはやると思う、この後はやってくれる、間違いなくやってくれる、そうですよね、あとあの去年一昨年までだったらどうしても連敗が混んで大型連敗ってなっちゃうところも今年は交流戦もそうですけどその連敗しても続かないっていうところなんかこう必死にこうなんていうんだろう、とどまってるっていう強さ、いやいや、まあ、そういう意識がね、うん、まあ、選手の中にもあるし、はい、でもちろん監督も勝負しに行ってるし、うん、だからそんなあのいろいろな甘えを許してないから今年はね、はい、うん、いやだから野手の使い方、ピッチャーの使い方も刺激を入れながら、うん、でファームに落とし方、はい、これもやっぱ精神をくすぐるような落とし方、うん、言葉の投げかけ方、あと SNS の使い方、はい、まあ、どれをとってもなんかこう隙がないというかさ、うん、まあ、そんな感じに映ってるんで、はい、まあ、これからもそんなには崩れないと思う。リーグ戦戻っても崩れるとしたら怪我人が出るっていうことだよね。怪我人が出てもやりくり多分すると思うけど、まあ、控えの選手たちが整ってるってこともありますね。そうそうそう、ただやっぱりこうマルティネスが怪我したりだとか、はい、言うとやっぱり痛いだろう ね。ちょっと水谷選手の、ね、状態が、まあ、代打で最後出てましたけど大丈夫なのかなっていうのもありましたけれども、まあ、水谷もね実際初めてだから、うん、こんなに出ていくのはね、はい、だからまあ身体的な強さっていうのは持ってるにしても、うん、気持ちが疲れたりだとかさ、うん、まあ、いろいろしてくるからね、やっぱりね、はい、うん、だから、まあ、そこら辺ちょっとケアをしてあげながら、うん、まあ、頑張らさないとね。そうですね、はい、で、交流戦前まで良かったのがあの11連勝もありましたけれどもロッテがちょっと交流戦で調子をっていう感じでしたけれども DH を使えない時の脆さっていうのが出たな、うん、あ、 DH で本来いてほしい選手を守備につかすとそこに脆さが出たりだとかさ、あのポランコレフトっていう、まあまあね、俺はせっかく名前を伏せてやったから思いっきりワンボーン言ってるけどまあでもパワー打ちましたからね、まあ、最後に、まあ、打つのは打ってたけども、はい、うん、まあ、ただね俺あのヤクルトの時に、はい、2試合ポランコは9回の代打で同点打を打ってるんだよ、うん、でその状態でいけば、はい、ね、守備はまだ固まってるし、うん、まあ、そんなにそのバッティングっていうのは少し力量は落ちたとしても、うん、でも接戦でいけるっていう、うん、ただそこに穴が開くとさ、取れたボールが長打になったりだとか、ね、ヒットになったりとかすると、はい、ちょっとモチベーションが持たなくなってくるよね、はい、だからまあそこら辺は数試合は感じたかな、うんうんうん、DH がない時に限って弱いなっていうね、はい、うん、それは感じた。
あ、じゃあ交流戦特有のっていうことですよね。うん、だからもう我慢して代打に置いとけば相手だって嫌だったのになって、うんうん、でも守備を打つかすことによって弱みを見つけられたというか、はい、まあ、そんな感じはしたけどね。そうですよね。あとはやっぱこう佐々木朗希かな、ね、またちょっとね、外れましたよね。やっぱりね、エースだって言われる人が、まあ、登録を抹消されたり、はい、登録されたり、これを繰り返すとさ、まあ、落ち着かないし、まあ、当初のローテーションだってそのたんびに変わってくるしね、はい、だからちょっと困るな。そうですね、それでは困る。エースがね、今シーズン2度目ですよね。まあ、そうだね、はい、エースだと困るな、それだとね、うん、ありますね。さあ、そして中日なんですけれども、どうでした中日は。惜しいんだよね。惜しい、大体1点差なんだよ。まあね、そうなんですね。1点差で勝ちきれるか負けてしまうかっていう。俺はメンバーを固定できるだけの力量が揃ってきたなっていうふうに思ってるんだよね、うんうん。まあ、例えば一番ベストなのが一番カリステだったりだとか、はい、で、まあ、4番細川で、で5番中田翔、うん、で2番に田中美希也、はい、ここら辺はちょっと体の関係があるから、うん、まあ、スタミナとか考えると出入りするとは思うけどもね、まあ、3番高橋周平とか、はい、変えなくてもいいなっていうところを、やっぱりピッチャーにより試合によりその結果によってやっぱ変えるっていうのがさ、うん、俺はなんかチームが落ち着かない原因の一つかなっていうふうには思うよね。なんか日替わりの打順、日替わりの打線っていう感じに見えたんですけれども、どっちみち打てないんだったら、うん、その場所を提供して与えた方が、はい、そこに慣れていくよ、うんうん、別の箇所に配置展開をする、はい、毎試合、うん、落ち着かないよ打順の周りが。そうですよね、と俺は思う、個人的にはね、うん、いやだからもう固定できるメンバーがいるのになっていうふうにはちょっと感じてるんだよね。そうですね、うん、あとそのやっぱり二遊間もやっぱ日によって本当にガラリと変わってしまう。まあ、これはね、まあ、田中のスタミナということを、はい、まあ、考慮に入れて、うん、まあ、いろいろそういう状況を作っとかないとダメなのかなっていうような、まあ、気はしてる。まあ、だけどそこに振り回されてもしょうがないなっていう部分はあるね。あとそのやっぱり豊さん推しのカリステ選手が本当にちょっと出ない時期もあったじゃないですか、数試合。飲んでって思うんだよ、これは。で、出るとやっぱ打つじゃないですか。いや、もうね、うん、打てなくてもシーズン通してだったら必ず数字は残ってきてるから、はい、これは使ってほしい。そうですよね、ずっとね、あのね、1試合2試合なんてね、それはね、監督コーチだってあったでしょって、うんうん、ね、いや、言うなれば1カードヒットがなくて、うん、遠征先に向かう時だってあったでしょって、うんうん、でもそれを信じてくれたから打てたんじゃないのって、うんうん、カリステは打つから、うん、俺が保証するから現に打ってますからね、打ってるからそうなんですよね、牽制で飛び出したって必死になって戻ってきてるからだってカリステの1ミリがねトレンドのそうだよ、そうそうそう、ね、うん、あんな髪の毛振り回してたらもう1ミリの何年も30センチぐらい伸びてるけどさそうですよ、ね、まあ、だけどそれで生き残って、うん、なぜか1点取ってるからあいつのヘッドスライディングでそうなんですよね、そうでしょ、うん、もうカリステはいいから使えなさいって本当そうですよね、そのうちメジャーに引っ張られるから逆にそうか、そうそう、だから、ま、中日はその交流戦前もなかなかね、あとはね、俺はねやっぱね加藤キャッチャーの、うん、はい、代打大島の時に、うん、いや俺は加藤だろうと思ったわけいやこれはね中日ファンにとって、はい、ね、いや豊さん見てないよって言うかもわかんない、うん、そんなこと言われるのは分かってるわ、うん、ね、うん、だけど俺も見てきてるってそれ加藤は人生の中で一番触れてたって言うんだ今そうですよ、今すごいですよ、触れてたんだあの時は、で対左だったんだよ、はい、なんか左の、ね、大島見てみろお前、クソボール3球打ったお前いやお前3球三振やないかそうですね、そう、同じ3球三振やったら加藤の方が爪だと残すだろうってそうですね、今そうですよね、ハイアベリージで来てますよね、まあまあ確かにね中日ファンずっと加藤を見ててきた人だったらそれはありえんと村松もいると、あ、福永、福永、福永ね、うん、福永の方が先だろうと代打使うんだったら、
でも福永も得点圏打率見てみろと。そうなんですよ、加藤の打率より低いんだぞと。そうなんです。で、加藤は人生で一番当たってたっていう。今輝いてるんですよね。ここ今しかないんだよ。それであそこで打ってたらもっと輝く、うん、いやそうですよね、うん、どうして。いやだからなんかね、固定観念であんまりね、こう考えない、うん、色眼鏡で、うん、それはずっと一緒にいて振り回ってきも見てると、うん、頭抱えたくなるような人もいるよ、うん、はい、でも加藤はね、人生で一番当たっとる。今そうですよね、分かります。乗っとる乗っとる確かに。だかそういう、なんでしょう、ここぞという時の、まあ、采配もあったりとか、うん、あとやっぱり打順固定した方がいいのをいつもちょっとこうね、せわしないとか。俺はもう固定できるメンバーでいると思うから、うん、その彼氏で1番これを3番にしたりだとかさ、うん、そうじゃない、もう1番なんだって、あの子は、うんうん、考えない方がいいんだって。そうですよね、うん、カリステ推しですもんね。そうそうそう、カリステが今後の中日の浮上の鍵を握っていくかもしれない。過言ではない。そう、過言ではない。あとやっぱ岡林選手が打率が上がっていかないっていう、うん、でもやっぱりもちろんね、それでも、もちろん岡林をどう捉えてるのかなと。あの、そうなんですね、そこってどうなんですかね。そう、レギュラーではいてほしいというような選手ではあるよ、うん、絶対に、まあ、守備で送球の力だとか、うん、まあ、いろいろあるけども、まだ若いでしょ、はい、だそこまでしっかりしたものはないよね、うんうん、だからそれを徹底して何をやらすのかとか、はい、まあ、それは考えてるとは思うけども、その結果が出なかったらやっぱ外すべきだよね。そうですね、うん、レギュラー扱いっていうのはちょっとまだ早いっていうか、でもそれを手放す人だっているわけだから。例えば大関だって2場所負け越したら陥落だから、はい、それとよく似てて、うん、大関だろうが何だろうが、タイトル取ってようが何だろうが、はい、素質あるかもわからないけども、うん、貢献できないんだったら降格だから、うんうん、でもう一回早上がってこいって、もうダメだって言ってんじゃない、はい、早上がってくるチャンスを与えるから、うん、早上がってこいって言うしかないんじゃないのかなっていうふうには俺は思うけどね。そうですよね。それはやっぱり三好の方が何ぼか頑張ってたよ、うん、あの最初良かったですからね、あの強かった。三好どこ行った？明日ですか？下行っちゃったの？下行っちゃったの。いや、そうですよね。だからその下でやっぱり結果残してたり、結果残せる選手が上でいるんであれば、うん、そこはチーム浮上のためにもっていう、まあ、まあそうだね、うん、一つの案としてはあるのかなと思います。まあ、確かに球団としてね、やっぱこの選手を育てたいだとか、うん、この将来的な中心選手にしたいっていう考えはあるんだよね、はい、だから、まあ、一概に状態が悪いからといって外した方がいいとかではなくて、まだその岡林っていうのは若いし、はい、そういうことを経験させながら大きくなっていってほしいんだよね、うん、もうやってくれやってくれやってくれじゃなくて、はい、そうじゃなくて、いやダメだったら外すよって平気でって、うんうん、ね、打たないもんクソにもならんでしょみたいな、はい、お前が外野手で生き残っていくんだったら、うん、ホームランを20本ぐらい打つのか、うん、3割近い数字を、うん、アベレージつってずっと残していくのか、うん、そしたらそのプラス盗塁が20個以上するのかとか、はい、そういうことになってくるんだよ外野手って。打たないと、そうですよ、ね、何にもならないもん。今そこで競争ができてない状態になっちゃってますもんね。そうだね、まあ、競争する相手もなかなかいないからな。だから三好よ。そうですよね、三好よ三好よ、ね、そうですね。さあ、そして阪神と西武なんですけれども、阪神交流戦で、まあでもね、ちょっと兆しは最後の出てきたのかなっていう。阪神はそのもう交流戦で苦しんだ最後に何か光が見えてきたって、トンネルから抜けるような光が見えてきたような感じがする。4本で才木がね抑えて勝つとか、はい、それもその4本の中で4点取ってるとか、はい、まあ、満塁ホームランだったんだけど、ね、そうなんです。まあだけど、まあでもその打順も近本が1番に戻り、うん、まあ、中野が2番、はい、で3番森下里輝みたいな、うん、戻ってきてる。その中に大山がおそらく戻ってくるやろ、うん、そしたらどこに据えるかわからないけども、4番としたら里輝が5番になったりだとか、はい、5番前側になったりとか、うん、6番は佐藤になるかもわからないけど、はい、そういうふうにメンバーがしっかり戻ってきて、しっかりスクラムが組めたら、うん、もう一度再スタートで俺はいい結果がこれから来ると思う。あ、
じゃあ得点も取れるようになったりとか、その1イニングだけじゃなくて勝負どころで何イニングか取れてきたりとかっていう風になっていくのかな、うん、だから近本が苦しんだ、はい、なぜ苦しんだかって4番で責任を負って、うん、いや大丈夫です僕やりますみたいな、はい、責任感をねすごく感じたけど、うん、だけどそれが1番に戻ってくる、中野がやっぱり1番に入って、うん、近本がいない1番を埋めていく、うん、で里輝がファームから上がってきた、ファームで苦しんでた、で渡辺亮も、はい、まあ、もちろんそうやな、大山も苦しんで上がってくるやろ、苦しいところから這い上がってくるやろ、まあ、そうなったら、まあ、人生の中でも1年の中でも苦しいばっかりの1年ってないよ、うん、やっぱりいい時だって来るから、はい、そしたらいい時が俺は待ってるような気がする。うん、まあ、木浪の骨折っていうのはあったにしても、はい、まあ、小畑がチャンスをつかめるっていうふうに思えばね、うんうん、これもまたチャンスだし、うん、だからなんていうのかな、多分光は見えてきてると思う、うん、あとは投手陣ですけれども、はい、まあ、先発中継ぎちょっと後ろがあの一時期あの岩崎投手とあとゲラ投手がやっぱちょっと打たれるシーンっていうのも中にはあったりもあったんですけれども、ゲラが打たれたかな。そうなんですよね。ただ岩崎が打たれるのは、うん、まあ、昨年の疲れとか、うん、まあ、いろいろあるよ、うん、あのチームの状態の悪さだとかね、はい、まあ、いろんなことがあるからこれはもう責められないけども、まあまあ少し落ち着いたらキャリアのピッチャーだし、はい、まあ、取り戻してくるとは思うけどね、うんうん、まあ、若干の不安はあるよ、やっぱそこら辺はね。そうですよね、うん、あと先発陣、例えば大竹選手、村上選手とか、まあ、2人ともよく投げてるよ、なんとかな、まあ、ね、まあ、援護点がないよな、うん、まあ、それもありますし、だからでもこれからは多少あるから、うん、もう一度頑張るように、うん、心に言い聞かせていつかは取ってくれるって、うん、だからまあそれは裏切らないと思うよ、今度からはね、うんうん、だからまあちょっと頑張ってほしいなと思う。そうですね、はい、やっぱりちょっと西武が交流戦の前に監督が交代ということで渡辺監督代行に変わったんですけれども、なかなかちょっと4勝14敗という借金またさらに10個を増やしてしまったっていうところもあります。まあでもその源田がねファーストベースでこうヘッドスライディングしてまあ涙したと、うん、それをこう起こしに行こうとした今井も涙したと、うん、こういう気持ちが残ってるまだね大丈夫だって思った次の日、はい、打者一巡で5点を取ってくれて、はい、勝ってくれた、はい、で次の日からまた連敗が続いた、うん、そうなんです。どうなってんだ、1試合だけかおいみたいな、ファンも言ってました、また誰か泣けよみたいな、そしたら次の日勝つかなって、もう本当頼むぞもうファンが泣きたいぐらいなんだからあれだけ応援してよ本当ですよね、また負けたって、いやそうなん、また完封だって、でお前 DeNA 戦お前3連敗戦お前1点しか取ってないなと思う。そうなんですよね、どこで盛り上がれっつうんだろう、確かもう盛り上がれもできないし、高橋光成投手はまだ勝ってないっていう、どうしたらいいのか、もうだからもうねチームを解体した方がいい、もう、うん、もうこれだけ勝てないんだったら何か継ぎ上げでやろうとしても無理だよ、うん、もう本当にゼロにした方がいい、うん、俺はゼロにすべきだと思う、はい、もうここまで悪かったら選手にも責任がある、うん、そうなったら今の選手がいきなり伸びれるかっていうと伸びれないよ、うん、もう新たな西武からのスタートだよ、はい、それをしないとダメだよ、うん、それはなんで俺らいるのにって、うん、いやいやお前らの結果じゃないかこれがって、うん、そうですね、でそうなったら何にも文句言えないでしょって、うん、いやそしたらもっと必死になれって、そうですね、もっと選手の中で喧嘩しろって、うんうん、切磋琢磨じゃないですけど、いやもう本当にねお前がやんないからって言い合っていいから、うんね、俺らこうなるじゃないかって、うん、言い合っていいから、もうそのぐらい先立たないとチームは変わってこないですよね、多分無理やろ、もう補強とかそんなこと言ってることじゃないですか、補強なんかされた選手なんかもう気の毒だよ、行った先がって、行った先がお前こんなんじゃさちょっとそうですよね、ちょっと待ってよみたいな、うんうん、まだこのチームで使われない方がいいよみたいなそんな感じになるよ、そうですよね、今なんか本当に全く光がどうしたらいいのか見えないというか、トンネルに入っちゃってるようなもう状況ですもんね、うん、だからファンの、まあ、だからまあドラフトの失敗とかもあるよね、あもちろん、うん、2019年、はい、誰も出てきてないんだよね、
とかやっぱり1年間ぽっかり穴が開いてるというそれ大きいですねいうことも大きいこともあるし、うん、あとその本当に40代ぐらいのベテランって言われてるところと若手とのその中間層っていうのがうまい具合にいないというかなんかアンバランスですよねまたそうだうん、中堅ベテラン若手ラーメンでこうなっちゃったのかなと思う、まあ、もちろんね抜けていったっていうのも優勝候補だぞもうそうでしたよねもうその分腹立ってしょうがないよね本当そうですよねもうちょっと打つだろうと思ったけど全くだねえしな、うん、でそれに伴って削られるようになってる投手もいますし一緒にもうこんなんだったら肩が張ってますみたいな、うん、投げられませんいや投げられませんってもう休んでもしょうがないよね、うん、投げても勝てないんだったらっていう無駄遣いだもんな、うん、だってそのぐらいのね感じになっちゃいますもんねいや本当に、うん、ファンの間ではねトレード説なんていうのもね常に今出てきたりもしてますし、ね、誰とトレードするピッチャーと外野手でできないかみたいにファンは言ってたりとかこっちが外野手が欲しい外野手はファンの間ではあの外野手欲しいとそこでうちのピッチャーと交換みたいなことあるんじゃないかみたいなことも言われてますしね、うんまあ、DeNA は打てる外野手がゴロゴロしてるからなそうなんです、そうなんですDeNA の外野手とあの西武のピッチャーでも今の状態だったら後輩は上げられない上げられないそうかいやそりゃそうだよ DeNA でいて、うん出るチャンスを伺った方がまだいいというそのぐらいの今チーム状況にセーブなっちゃってるってことですよねあの方にどんな選手がいるのかちょっとわからないけども、うん、ちょっと解体した方がいいな交流戦でもだからちょっと兆しは見えてこなかったっていうことですよね、うん、兆しどころじゃないよもっと迷宮入りしちゃいましたかだってがっかりしちゃったじゃんそうですね涙だって泣いてそうですよ次の日だけしか涙くんさよなら次の日したと思ったら、うん、また涙くんさよならしていっちゃいましたもんねいや応援してくれるファンは辛いよお前、うん、ファンが一番そうでしょう、ね、いやそうよ、うん、声からし て, らしてあそこまで行ってあれって言ってるのに、うん、お前電車で帰るんだよ そうですまあ近い方もねたくさんあるんですけどねそうそうみんな電車で帰ると思いますみんないや辛いと思うわういやだから行きはねよし今日こそ勝つぞと思ってでも帰りはこうしょぼんとしながら帰るの嫌ですもんね本当だよね、うん、西武ファンの子供たちっていると思うけどもちろんたくさんいますよねああ辛い思いしてんだなと思うとさ、うん、頑張れよな選手たち監督ねコーチたち頑張ってほしいですよねまあちょっとねあの12チーム、まあ、頑張ってるんだけどねあもちろんそうですもちろん勝つためにやってるんですけれどもね、はい、まあこう今年の交流戦こう良かったねチーム楽天優勝で終わりましたけれども、はい、まあここで勢いに乗ってきたチーム逆にちょっとまたね状態が良くなくなってしまったチームもいますけれどもちょっとあのリーグ戦、まあ、でもね、うん、本当にね大多数が上がってきそうな雰囲気がある、うん、あそうなんですねいやいや本当に、うん、あの選手も揃ってきてるし、はい、なんかこう光が見えてるチームっていうのもいくつか出てきてるし、はい、だからここからまた面白いプロ野球になってくると思うそうですねちょっとリーグ戦戻ってからもまたね、はい、ちょっと見逃せない、ね、チームや試合が出てくると思うのでその度に追っかけていきたいと思います、はい